どうも、天ぷらです。藤山にいたずらを仕掛けちゃいましょう。なんと今日はすごい助っ人を呼んでおります。この方たちです。なんと新日本プロレスから太一選手、そして金丸選手、デスペラード選手です。いやー、このお三方がなんと今日最強の助っ人として藤山を仕掛けるべくやってきてくれました。何でも寿司ボーイズを見てくれているとか。大好き。おお大地選手から大好きいただきまして、本当になんか好きでいてくれてるみたいで。めっちゃ大好き。特になんか今まで僕たちの作品でお気に入りのあります、うん、全部面白いっちゃ面白いんだけど。ありがとうございます。もう特に一番笑ったのは、はい、結構昔のやつで、はい、カバンの中にパンティとかブラジャーつけて駅で放置したやつ。あのね、藤山のコロコロですよ、キャリーケースにもういっぱいに女性を下着を詰め込んで、そうそう、新宿駅で思いっきりぶちまけるって言われる。あれがもう一番ハッとかで笑って、ファンの間があの場所が結構聖地巡礼だ。ここから藤山の下着ばらまかれた場所になってるらしいんですけれどもね。あれが一応ありがとうございます。なんでもこのね、最高の助っ人を呼べたということがですね、うちのですね、まあまあ今タイ住みます芸人をやってる、まあ、ヤマトことあっぱれ小泉と親交があるっていう聞いたんですけどね。彼もプロレスファンだってことで、はい、あ、そうですそうです。知り合い通じて知り合いになって、たら当時家がすごい近所で、はい、それでなんかいつもね、飲んでるとこに勝手に来て、とんでもないのに来て、なんかたかられて。たかられたの。しかも本人飲まないでしょ。飲まないけど、飲まないくせにたかってきて。多分でも当時売れてないから、あ、今売れてないのか。いや、全然タイではね、結構ね、名を馳せ始めてるんですよ。そういや、その間もタイ行って二人で、はい、会いに、普通にやっぱり会いに、会いに2人プライベートで、プライベートでめちゃくちゃ仲いいじゃないですか。何勝手に来て高まれたのか、会いに行っちゃってるじゃないですか。タイまで、ね、もうそういうのをちょっと世話してたんでね、はい、日本で、はい、まあ俺らがね、そんな飯食わしてやったから今なるほどね、あっぱれができたのかな。いや、だからそのあっぱれからそのタイス選手がもう中心に出たいと言ってくれてるということで、タイを経由して実現したんですよね。こんな近くに我々いたのに、タイにいるアッパレ経由で実現したということなんです。前から言えよっつって。なんかだってその僕たちのいたずらアッパレに仕掛けたこともあるとか聞いてました。そうだ、枝豆の中にセロが全く同じのを伏せてましたね。彼がやって、作って、え、デスペラード選手が作ったんですか。やりました、ね、自分のデータがもうバーラーないと、そうそうそう、でその空気はすごいセロが臭くなるから、そう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 、時間割れないと。あれはなかなか大変だったですね。引っかかりました。見事やった。動画もちゃんとバッチリ全部隠しカメラで。マジっすか。スマホでちょっとそれはもう見せましょうよ、ここでね。邪魔くせえなって言うんですよ。ラムネ食ってんの。こっち持ってくればいいです。なんでそんな怒られるの。3人で食いたいのに。じゃあいいよ、食べてください。3人で食いたいの。こっち私も食べます。ガライでこれです。あっ、あれ、カレー食い気味だな。さっ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 ってるじゃん。いや、面白いっすね。ペラペラでしたね、あのてってれ看板。自家製の。あれ、そう、あれも好きすぎて。ありがとうございます。で、今日は助っ人として来てくれたということですが、
まあ、どんないたずらをしようかということなんですけども、まあ要はその三方が寿司ボーイズが好きということを、まあその逆手にとって偽対談できるということでですね、今から藤山が来るんですけれども、それがですね、すいません、11時半から偽取材ということで言ってたんですが、我々今日仙台から、まあ、朝一で来てるんですけども、僕はまあ仕込みのために早めに来ましたが、藤山、先ほど連絡がありまして寝坊してしまったと。なるほど、えらいことしてくれたと。取材としてあいつ来るのに、まあ、あいつは偽と分かってないから、まあそうですね、偽じゃないって思ってちゃんとしたやつなのに、そうなんです、そうなんです、ダメです、そうなんです、これも使いますこれも、だからそれも全部もちろん、だからそれはもうまあまあ一応ね、取材として後でこう遅れてくるわけですが、そこは寛大な感じで、あ、違うんです、そこはてめえ遅れてんじゃねえ、まあ それはもうてってれになってしまうそこはまあまあ抑えてください、はい、あ、優しいんだと安心させて、まあ、取材これからやるよっていう段階でですよ、デスペラード選手がちょっと退出しているんですよね、はい、まだ取材が始まってないんで、はい、ただマスクだけはちょっとこう置いてあるっていう、まああの感じですよね、はい、あれが試合用ですか、あれが試合用です、ああいう感じでちょっと置いておいてもらって退出しててください、はい、で、まあ、僕とかの悪ノリとか出しちゃっていいんですかね、うん、もちろん、まあ、お二人がいる中にちょっと被っちゃったりしてもいいんですかねみたいな、ああ、まあ全然全然、それはそれ普通に何にもない状態で俺聞いたら どういう返しするんですか、まあ、いや俺んじゃないしそんな感じなんですね、全然いつもこんな、いいんすかみたいな感じで、じゃあもうそれで、全然、あ、じゃあ被ろしまいますよね、被ってはしゃいで、お、すげえ被れたみたいな、はしゃぎますわ、でお前もちょっとかぶってみろよで、もちろん僕がかぶってる後なんで、はいはいはい、多分ね、多分あいつもまあかぶるでしょうね、多分そうです、すみません、で、かぶってあいつもはしゃいで写真なんか僕撮ってあげたりしてる時、ポーズなんか決めてはしゃぎまくってる時に、はい、入ってきてください、わかりましたえらいことですよね、それはデスペラード選手的にはもう全然あの知り合いでも何でもない人間が被ってたよ、それはえらいことえらいことえらいことそうだよ、ぶち切れますよ、ぶち切れますよね、それは怒ると思います、今はこうやってあれは試合用ですけど、このマスクはあ、こうやって喋ったりするときを、なるほど、口が開いてるから、そうです、そうです、はい、じゃどうします、その入ってくるときっていうのは、まあ、いやもう普通に全部取っ払って髪だけ下ろせば顔が分かんないんで、普通の口だけを隠すマスクで、マスクするぐらいで大丈夫なんですか、まあ全然大丈夫ですよ、サングラスとかいいんですか、サングラスするともう僕自身がちょっと動けなくなっちゃうじゃあマスクと髪を下ろす、髪とかもバレちゃっていいですか、そのあ、全然全然大丈夫です、髪を下ろして、はい、あの口元さえ隠せば全然、顔が見えなければ全然問題ないです、そこは全然大丈夫です、マジっすか、じゃその状態で入ってきていただいて、まあ、ぶち切れると、そうですね、はい、もちろんまあまあ藤山的にはいやすいませんと言いながらも、はい、いやちょっと大地さんがちょっといいって言ったんでみたいな、多分、はいはい、言い訳もするでしょうね、で俺もかぶったしみたいな、もちろん俺はいや俺かぶってねえよって言うしお前のかぶってないってもちろん言うしで大地さんも何だったら俺言ってねえよって、もちろんもちろんなんだ言ってください、ただまあやりたいのは要はその太一さんとデスペラード選手をこうバチバチに、ああ、いやでもそれぐらいいいだろみたいな、俺は言ってないけど俺はかぶって言うとは言ってないけど言ってないのかぶってぐらいとか、まあちょっとフォローして、いやいやいや、それはでも俺の仕事道具だからって、なんで知らないのにかぶらなきゃいけないんだ、いいじゃねえかやつって、ちょっとそういう感じですよね、もう2人のそのでも2人がまあ藤山のせいでバチバチになっちゃうっていうのをちょっとやりたいんですよね、はい、俺なんかのせいでっていう、はい、ほんでまあまあもちろん早く脱げや、はい、そうですね、はい、言いますよね、いろいろ取れと、まあ、それはいい、はい、でもそのかぶるときにじゃあ金丸選手がその結んであげますか、でちょっとこう強めに強めにすぐに
脱げない感じにしといてもらってそこで脱ぎたいけど脱げないっていうのも楽しみたいんですよ。それちょっとまあちっちゃい声になったら早いよとか早く脱いだ方がいいよとかって自分が縛ってるせいにそこはなんか適当にほんでも早く脱げだし、まあ、いいでここもぶつかるしみたいなその怪我のない程度にあもちろんもちろんはいガチな感じで、はい、かなり当たってほしいですよね。そこはもうはい藤山さんには怪我させていいと。もちろん遅刻もねされて今ちょっとグリップでしょうけど怪我だけはちょっともう張り倒しちゃう簡単にもう骨の一本に折れてしまう大したんじゃないかな気をつけながらちょっとまあまあ腕っぷし使うぐらいはデスペラーさんに言っちゃってもいいですよね。早く脱げよなんかそもそもマスク掴んでこう。ああなるほどマスク掴んでおわみたいなのはあれはなるだろうなと。藤山のこの感じが面白いすいませんクイクイやられてそれは言っちゃってください。わかりました。怪我しないように。まあでもただ俺らもこういう商売だから、ね、ちょっと熱くなったら何するかそれなんですよ。恐れてんの危ないかなと。テンテレとはいえテンテレとはいえいやちょっと何やるかわかんない。でまあ、もう最悪ほど2人が怪我しなければ、まあ、最悪藤山の骨1本ぐらいはいいっすよね。もうしょうがないもんいい動画撮るためならしょうがないで俺遅刻もしちゃってるわけですし、その辺はもう流れでもう覚悟しております。そこはただまあまあできるだけうん怪我のない感じでご紹介できればと思います。完璧な約束はできないです。すいません分かりましたほんで良きところでてってれともうビビり散らかしてると思うんで、はい、でマスクも結局はまあ取らせますもんね。取れるんですよね。取れるそうそうそう、まあ、最悪カメラの選手がこう、はい、何やってんだみたいな、まあ、そうですね、取ってあげてからのまあ表情も楽しみたいですし、でで、てってれして、まあ、ネタバラシして、まあ、いつも、まあ、泣くかもしれませんでも好きなんだよ、もう、参加で好きなんだってよ、寿司ボーイズ、つって、最後、まあ、じゃあ、大地選手の愛くるしいなで終わりましょうよ。そう、強めに。いや、強めに言って俺なんかじゃないような角度からの強さの愛くるしい。苦しいな、てめえ、この野郎。苦しい、藤山は苦しいよ。さあ、そんな感じで、仙台からなんで、あいつ大遅刻かましたんでね、12時半に新宿に着くということで、1時間半遅刻しますね。まだまだ。ということで、まあ、これからちょっと1時半ちょっと待たせてしまいますが、すいません。本番の方よろしくお願いいたします。だから、場所ここ借りて、ここでやるはずだったんですが、急遽あいつが遅刻しやがったんで、ちょっと場所も吉本本社の方に変わることになってしまいましたね。すいません、そんな移動の方もお手数かけました。なんかじゃあちょっと新宿だしちょっと行くかな。エッチな時間尽くして。エッチなとこ行こうって何なんだ。ちょうどいい時間だじゃない。藤山の遅刻を利用してエッチなとこ行かないでください。いいんかそんなの流して。とりあえず。言っちゃったよ。ありがとうございます。じゃあそれで時間を潰していただけるなら、はい、じゃあ本番はすっきりしたお三方がお会いできるということで、さあ本番の藤山のリアクションを楽しみましょう。ホテルの部屋で仙台の一人で飲んでて自爆した感じで
一人で結構飲むんですか。全くこういうのも何にもなく。へえ、すごい。自覚したってよくあるんですよ。ああ、主張をマスター触っちゃったんですか。ああ、別に全然俺じゃないと全然自由にそれは。多分そういうのもみんな本物の共感してる人ですから。本物のやつだもん。あんまりあれすげえっすね。だってレプリカとか売られてますよね。なんかそう、ああこれ多分これ本物の試合で使ってるやつ。さすがに被っちゃうんですよね。いやいや大丈夫ですよ。え、みんなあの必ずやりたがるから別に。マジっすか。素人赤みたいからね。え、いいっすか。全然いいっすよ。臭いめっちゃいいよ。かぶない。もう自由に。俺じゃないから自由に。お、あれ？あ、これ下からちっちゃいんか。あれ？俺顔でかいんか。あ、じゃあすごい。お、フィットさす感じなんだ。うわー、いいっすね。おお、すげえ。めっちゃいいっすね。ちょっと撮っていい？お、お、お。おぉ、あぁ、めっちゃ強くなったけど。へぇ、だって本物ってなかなか被らせてくんないんだよ。マスクいい感じ。いや、好きな人だよね。すごいいい匂いしますよ。へぇ、これは匂いって被らないから。匂いとか、装飾とかもレプリカと全く違ってめちゃめちゃ高いやつだからね。でも、こういうのちゃんと着ますもんね。うん、すげぇ。いい、情報かけておいたらいいよ。え、いいっすか。全然俺じゃないから。全然確かに、そうそう。すごい人ごとですね。俺じゃないから。いい、どうこれはでかいかもしれて。あ、僕から俺顎引っ掛けたら俺はグイッと言ったけど、なかなかちっちゃい。おお、入ったね。ちょっと、あ、でもこれちょっと髪でちょっと締めた方がいいかもしれない。後ろのやつちょっと。うわぁ、これはちょっと。いや、似合うな。あ、結構フィットして。ああ、あ、かぶり心地がいいですよ。あ、めっちゃいい匂いだね。いい匂い。あれ？ストロベリー、バニラ的な匂いだなあ、うん、ちょっとお前と俺関節マスクになっちゃったから大丈夫。そんなんないよ。照れるな、関節マスク。照れない。お、もういそういそう。はあ、いそうっすね。なんかいつもの見慣れてるから、なんか急にちっちゃくなった感じしますね、顔が。ちょっと、チンゲがいっぱい。チンゲだよね、チンゲ。頭にチンゲつけてる。ここ生殖じゃないんですよ。あ、いいですか。はぁ、ガチ締め結構、うん、これってやっぱガッチリ締めるんですか。あ、もちろん、試合中脱げちゃうから。お、確か俺やっぱかぶってた時ちょっとこう、ここちょっと水差取れちゃう。あ、おいおい、すごいじゃん。おお、メキシコ人みたい。おお、おいいやん。でも待って、背景からしてレスラーみたいになってるのか。脱いじゃん。おぉ、なんだったら。やってんね。脱いでたら、でもあのこれは取りづらくなっちゃうんで。え、どれどれ。え、これ下がった方がいいだろ。せっかくだから。おぉ、そう。あ、体をやるよ。体結構鍛えたいですよ。おぉ、おぉ、それ結構見えるんですか。お前の普段のお前鍛えてる見せちゃうよ。おぉ、おぉ、からの、そんなことより K、 そんなことより K、 すごいよ。きったねえな。これいいよ。ちょっといた方が。おお、強そう。強そう、強そう。強そう。わかんないな。強そう。強そう。めちゃくちゃ。いい、めっちゃいい。めっちゃいい。似合ってる、似合ってる。似合ってる。めっちゃいい、スラっぽくて。じゃあ始めましょうか、取材。はいはい。いや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 、いいですよ、いいですよ。おい、切れ。おい、おい。何はしゃいでんの。何？何はしゃいでんの。それ俺のマスクだってわかんてるな。そう、だから俺、これかぶしていいよって言った。誰？なんかかぶっていいよって言った。誰が言ってないな。誰が。じゃあなんでかぶった。なんでかぶった。あれ、なんで？何かぶったの。何かぶった。俺の仕事のことだろ。な、何かぶった。置いてたからってかぶっていいって言ったわ。まあ、かぶっていいとは言ってないです。言ってないな。おう、じゃあ分かるよ。分かるよ。分かるよ。いやいや、いい。まあ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 。そうだろ、お前。いやいや、乗り換えたから。これは俺の仕事のことだし。その辺の人と違うんですか。いや、じゃあ俺だって初めて会ったんだ。いいじゃん。
けど、それ知り合いでも曲がってないの、ラムで曲がってるんだって。お前やな、取れ取れ取れ、いいよいいよ、さっさ取れ、おい、いいって、あんまりそれ強かったんだって。いいよ、いやいやいや、これはこれは、いや、これは関係ねえだろ、関係ねえだろ、おい、ありがとうございます。